くお願いしますけども、今回の高知知事選挙なんですけれども、党本部としてはどのように位置づけられてですね、どんな選挙戦を展開していきたいというふうにお考えでしょうか。まあ、一地方の知事選挙ではなくてですね、国政に直結をする大切な知事選挙になってきたと思います。また相手候補が共産党を席を持つ統一教会ですから、次の衆議院選挙にもこの知事選挙の結果はですね、影響するというふうに考えて、高知県の問題だけでなく今の国政や今後の選挙にもつながるという、そういう思いで党本部としても全力で対応していきたいと思います。知事選に関しては自民党は岩手の埼玉で2年配置ですけど、これが結構まずさらに気をつけるという環境の問題にもありまして、政権への影響もあります。そうですね、やっぱりこの高知の知事選挙の結果は今後の政局に他のこれまでの知事選挙以上に影響するというふうに考えてですね、しっかり秘書に向けて党本部に対応していきたいと思います。民間試験導入は争点になると思いますか。地方切り捨てという指摘もありますが、もう民間試験については萩生田大臣が延期をして見直すということですから、争点にはなってくる。高知を含めて不利になるとお考えにならないんですか。すみません、すみません、もうすみません、時間です、申し訳ない。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。一部週刊誌でですね、代議士と教育業界の癒着をこの民間試験に絡めて報道している一部週刊誌がありますが、その報道について先生の代議士の見解をお願いしてもいいでしょうか。全くためにする議論だというふうに思います。そういうふうなことは全くありませんし、そもそも英語の民間試験というのは、改めてなんですけれども、代議士政治家としての信念を持ってこの民間試験の導入を方針を決められたと思いますが、その目的というものは改めて考えてください。そうですね、私が決めたわけではなくてですね、これまで自民党の党の中で議論したことは政府が、そしてそもそも文部科学省の中の中級審議会といろんな議論を積み重ねることで決めたわけですね。それは今まで大学の試験から読むと中心の文学試験、語学が読む、書く、話す、聞くなどなんですけど、6年間ですね、中高を勉強しても共に英語の話すことができないというか、ああいうことから4技能の技術を英語教育にしていくということを決めたので、民間の英語試験との活用でいかんがあれば活用しようということをですね、先ほど申し上げた4年前の段階でも約3割の改革を活用したわけです。そういうことをしながら、子どもたちもそれからどうやって勉強しているのか、日本技能が全てマスターできるように、そういう英語教育を必要なことをすることが必要だ、そういう視点から生活の中で技能として行われる。民間入試については延期の方針を打ち出して、どんな議論がその間置き去りだったとしてもあると思うんですが、その点についてはそれは適切な見方じゃなくて、萩生田大臣が突然入党決定したとか、ああいうことは事前に党内で相談してないとか、そういう意味では考えるのが分かると思いますね。ただまあ、いろんなタイムリミットを考えた中で萩生田大臣が言えないことでも調整してくれたと思います。それはそれとして結局の本当ですね、ただ延期するとか、あるいは政府に任せるとか、自民党とかしっかりもっと有効な、それでは民間試験の活用は何してくれるのか、公正公平という視点からどういう課題をクリアしていくのかということは、どんな理論でもしっかりしてほしいと思います。はい、ありがとうございました。こちらです。